皆様、こんにちは。大紀元ニュースです。中国では無実の人々から強制的に臓器を摘出し移植に使用しているという中国臓器狩り問題について、日本の有志団体は厚生労働省や外務省、法務省に問題関与が強く疑われる医師リストを提出し、マグニツキー法に準じる法的対応を要請しています。22人の名前が記されたリストは、 10年以上にわたり臓器狩りについて電話調査を行うファールンゴン迫害追跡調査国際組織 WOIPFG が作成しました。WOIPFG の報告によれば調査を受けた医師らはファールンゴン学習者など無実の罪で拘束された人々の臓器摘出と移植利用について言及しています。このリストはアメリカ国務省にも提出されています。 中国共産党政権は1999年7月、気候修練を行うファールンゴン学習者に対する弾圧を開始しました。その後、医療関係者による臓器摘出の告発や中国の臓器移植件数が急増しました。国際人権組織は移植までの待機時間が他国と比較して超短期であることなどから、ファールンゴン学習者など無実の囚人が 臓器のの強制摘出の被害に遭ってていいると報告していますアメリカ国務省は移民法及び大統領の公示に基づき、ファールンゴン学習者が提供した情報で、信仰に対する迫害加担者リストを作成しています。ファールンゴン情報サイトミンフィーネットは2019年5月、国務省関係者が在米のファールンゴン学習者や w i p f g に対して、 迫害関与者の情報提供を呼びかけていると伝えました。WYPFG は2019年8月、臓器移植への関与が疑われる22人の中国交換及び医師のリストを公表しました。その中の一人は、簡単外科の専門医、王傑夫氏です。中国臓器提供と移植委員会理事、中央衛生委員会副主任、 中国衛生副大臣を歴任しました。w y i p f g によれば、王氏はその政治的立場を利用して、中国医療制度における無実の人々からの強制臓器、摘出を体系づけました。自身も2012年に500件以上の会食を行ったと発表しており、2005年9月28日には、王氏は1件の会食のために3人の生きた人間を 予備の肝臓ドナーとして使用したと当時の医療雑誌に報告しています。他には、天津第一中央病院臓器移植センター長、天津臓器移植研究所所長、武装警察総合病院臓器移植研究所所長、天津第一中央病院院長を務める陳中陽医師の名前が挙がりました。 陳氏は2014年までに1万件近くの肝臓移植を行ったとされます。陳氏が代表を務める天津第一中央病院は1999年以降、年間移植件数が毎年増加しています。1994年に初めて肝移植が行われ、同年は1件でした。しかし2005年には647件の肝移植。 436件の人移植が行われています。中国は2013年に初めてドナー登録制度臓器分配システムを設けました。中国の臓器移植問題に詳しいカナダの人権弁護士デイビッド・マタス氏の強調血まみれの臓器狩り虐殺によれば中国からの情報証拠から2013年以前の臓器移植件数に対するドナーの人数は 件数あたり一人となっています。これらの強制的な臓器移植への関与に責任が問われる意思リストは、WOIPFG のホームページで公表されています。9月2日、日本と台湾、韓国の UC 組織、中国臓器移植乱用に関するアジア諮問委員会、日本代表の根本幸男氏、及び中国臓器移植問題に取り組む 丸山博明、辻市,市議会議員、SMG 地方議員ネットワーク代表世話人は、厚生労働省、健康局、難病対策課、移植医療対策推進室に同リストを提出しました。リストは法務省、外務省にも提出されています。両組織は日本各省に対して、人権侵害行為を行った者にアメリカのマグニツキー法や、それに類似する関連法に基づき、 ビザ発給停止や資産凍結などの財政措置を求めています。根本市によると外務省、法務省及び厚生労働省はそれぞれ中国臓器移植問題を認知しているということです。厚生労働省担当者は移植医療対策推進室は国内における臓器移植の発展、ドナーの増加や啓発を図るものであり、 国外調査などはできないとしました。丸山議員は中国での臓器移植の現状を認識し、国内移植を増やす努力を続けてほしいと要望しました。2017年12月、加藤勝信厚生労働省が海外渡航して臓器移植を受ける患者に対し、公的医療保険から一部の費用を給付する方針を決めました。 海外での治療費を加入先の医療保険から払い戻す海外療養費制度を利用します。厚生労働省の通知、臓器移植にかかる海外療養費の取扱いについてによれば、海外臓器移植の公的保険適用の要件には、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録し、移植が必要な状態であること、 また、海外で移植を受けない限りは、生命の維持が不可能となる恐れが高いことだということです。この公的保険を海外臓器移植にも適用するという日本の動きは、移植に使う臓器は自国内で確保するという国際原則に反して、国が渡航を推奨していると誤解されかねないと専門家や医療倫理団体から懸念の声が上がりました。 以前大紀元の取材に応じた厚生労働省の保健局、保健課、企画法令係担当は、海外渡航移植を受けた患者側は、海外療育費を申請する場合、臓器売買に該当しない手術であると証明しなければならない、と述べました。日本の刑法では、臓器売買は5年以上の禁錮、または500万円以下の罰金が下ります。 一方、日本と関連刑法を連携していない国であれば、違法な臓器売買だとの立証は困難です。臓器移植ビジネスの闇を知る作家、高橋幸春氏は、日本移植学会はこの日本国内法を渡航移植患者に適用するかどうかを考慮しておらず、対応は不十分だと以前の大紀元の取材に対して述べました。 国内に存在する圧戦組織は日本で逮捕できず、日本の裁判にもかけられない。もし本当に日本から海外渡航移植を止めたいのであれば、国内のドナー数増加や法整備に努力するべきではないか、と高橋は語りました。国際移植学会は2008年、必要な臓器は自国で確保する努力をすべきだとするイスタンブール宣言を発表。 日本も署名していますが、この宣言に法的拘束力はありません。国際移植学会に加盟するイスラエル、スペイン、台湾などでは、臓器売買に加え、臓器移植ツーリズムがすでに法律で禁止されています。ファールンゴンの情報を発信するミンフィネットによれば、7月22日、山東省、鉱密市警察当局が、地元に住むファールンゴン学習者46人を拘束しました。 46人全員が強制的に採決をされました。当日、高祖省南京市のファールンゴン学習者10人も拘束された際、強制的に採決されました。また、8月、山東省文都市と四川省重慶市のファールンゴン学習者も逮捕された後、採決されました。WOIPFG の大支援会長は8月30日、大紀元の取材に対して、 強制採決で得た情報は、中国当局の臓器バンクのデータベースに入れられるかもしれない、と述べました。中国共産党は、この10年間、外国の政府や企業を巧みに操り、政権の革新的な共産主義政策を実現させてきました。オーストラリアの戦略政策研究所 ASPI は、9月1日に発表した、中国共産党の強制外交、 と題する報告書で、非軍事的な手段を使った脅迫と、相手国に対して強制的に行動を改めさせるために使う攻撃的な行動をまとめました。ASPI は中国共産党によるあからさまな侵略と、通常外交のグレーゾーンであるこの戦略を強制外交と名付けました。それには、経済貿易制裁、投資制限、観光禁止、 ボイコットなど8つの異なる措置が含まれます非経済的措置には恣意的拘禁、標的国からの外国人の処刑、渡航制限、大使館などを通じた国家による脅迫が含まれます中国共産党政権が主に使用しているのは国家による脅迫、貿易制裁、観光禁止だと報告書は指摘しています中国の革新的利益は 共産党が自ら定義した政治的安全保障に集中しているこのためこの国益に反するとみなされた外国国家や企業の行動は中国共産党の正当性と存続に対する直接的な脅威として扱われると報告書は説明しています報告は中国共産党は過去10年間で欧州諸国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、東アジア諸国など27カ国で 100回も強制的な外交戦術を展開してきたと指摘2018年以降は急増し52回に上ります ASPI によるとオーストラリアは中国共産党の強制外交の矢表に立たされており27回を数えるということですモリソン政権は政府が中共ウイルスの起源に関する調査を中国外交広報担当中キャンベラの中国大使館 中シドニーの中国領事館に対して要求してきましたその後、中国共産党は報復のため制裁や経済的な圧力をかけましたオーストラリアの各新聞社に警告文を送りオーストラリア産の大麦、牛肉、観光、高等教育産業に経済制裁を加えました最近ではオーストラリアのワイン産業の輸入規制などの動きを見せています ASPI によると、このような脅迫的な手法は、対象国の高官が北京を訪問したときのみ停止します。報告書は、ノルウェーを例に挙げました。2010年に、ノルウェーが中国の反対生活動家、劉行波にノーベル平和賞を授与して以降、共産党との関係が悪化しています。中国共産党は、ノルウェー産サ,サーモンへの経済制裁を警告しました。 6年後、ノルウェー政府は方針を転換しましまた。2014年のダライ・ラマ14世との会談拒否中国共産党の人口政策である一人っ子政策への支持表明2013年の北極協議会への中国のオブザーバー参加を支持するなど中国共産党政権の政治目標を達成するための行動を支えましたすると両国の外交関係は回復しました また、相手国に中国の都合に沿う政治決定を行わせると同時に、中国当局は、中国経済への打撃を避けるために非常に計算高くリスクを回避していると言います。オーストラリアファイナンシャルレビュー誌、8月4日付の報道によると、現在オーストラリアの中国への輸出は過去最高を記録しています。 共産党政権が積極的な経済刺激政策を実施しているためでオーストラリア生産のの製品の半分近く48.8%が中国に輸出されています。報告書は単一国でこうした中国の経済的な脅迫外交に対応することは難しい G7G105EYES 世界保健機関国際復興開発銀行 などの国際機関を通じて志を同じくする国々との枠組みを作成することで対応できるとしています。特にアメリカイギリスカナダオーストラリアニュージーランドによる機密情報ネットワーク「5EYES」について報告は収集した高度な情報をもとに強制外交による攻撃を把握しさらには経済や外交面の対抗手段も この連携の中で共有できるだろうと書きました。アメリカホワイトハウスのロバート・オブライエン大統領補佐官国家安全保障問題担当は中国共産党政権はアメリカの選挙に干渉しようとする国の中で最大規模のプログラムを実施しており政治的影響力を行使する上で最も積極的な役割を果たしていると述べました。 オブライエン氏は記者会見で常にプロパガンダがある。私たちに影響を与える試みは常に存在する。中国が最も積極的であることも知っている。と述べました。オブライエン氏は9月初め11月に控えるアメリカ大統領選挙の安全保障にとって最大の脅威はロシアではなく中国だとしました。これはウィリアム・バー司法長官の見方に100%一致します。 アメリカ国家防潮安全保障センター NCSC のウィリアム・エヴァニナ長官は7月中国政府はアメリカの政策の変化を試みており政界関係者に圧力をかけ中国への批判を弱めるなど影響力を強めていると述べましたエヴァニナ氏はその後トランプ政権が対中国強硬姿勢を維持していることから中国政府はトランプ氏が選挙で負けることを 望んでいるだろうと述べました。中国がアメリカの選挙や政治に干渉しようとする試みは、ロシアの手法とは異なり、経済的インセンティブや強制力を利用して、企業や政治エリートに影響を与えようとするものです。さらに中国の野望は一度の選挙にとどまらないということです。中国の目標は、その思想、西側の中に入り込むことだ。 これは非常に強力となり、彼らが何かを求めたら誰もノーと言えなくなると中国とロシアの戦略を研究しているジェフ・ナイクエスト氏は以前の大紀元の取材で述べました。アメリカ政府は最近アメリカの経済界の指導者や政府関係者を標的にして中国寄りの姿勢を取るよう圧力をかけているとの警告を発しています。 オブライエン氏は中国共産党政権はアメリカのビジネスリーダーに影響を与えようとしており、アメリカのサポートがなければ中国でのチャンスはないと言っていると述べました。オブライエン氏はまた、アメリカの対中政策を過去40年間におけるアメリカ外交政策の最大の失敗と表現しました。オブライエン氏によれば民主党の理屈は、 中国は豊かになればなるほど自然に民主的になるということだと述べました。知的財産を盗んだり、不公正な取引を行ったり、隣人をいじめたりするといった中国の悪質な行為には見て見ぬふりをしたと9月4日のホワイトハウスの記者会見で述べました。しかし実際には物事は反対に傾いていきました。 中国の人権侵害はここ数年でますます悪化しているとして、ウイグル人や他の宗教的少数派に対する共産党政権の虐待、香港の自由の破壊、台湾への攻撃的行動を挙げました。さらに中国政府はアメリカにとって代わり経済大国になることを目的に、アメリカの知的財産を盗むための計画を主導していると付け加えました。 中国の対米活動は容赦ないとオブライエン氏は言います。こうした活動は見たことがない。ソ連との冷戦時代はそうではなかった。トランプ政権は中国による技術がもたらす安全保障上のリスクから南シナ海への軍事攻撃に至るまで様々な面で北京との戦いを加速させてきました。 オブライエン氏はトランプ大統領は40年ぶりに中国に立ち向かった大統領だと表し、トランプ政権が中国政府の不公正な貿易観光やアメリカの知的財産の窃盗、人権侵害に直面して強硬な措置を取ったと述べました。中国のオンラインモールタオバオやフリマアプリシェンユーなどで 顔認証データの違法販売が横行しています中国の複数のメディアが9月2日に報じましたそれによると写真1枚5毛約8円合計2万セット値引き交渉なしという書き込み身分証とともに人の顔の写った写真が掲載されています 3元約48円で個人情報と顔データのセットを購入できると言います。業界関係者は、現在の中国情報漏洩問題は非常に深刻で、顔データに加え、身分証の番号や口座情報、さらには携帯電話番号などの個人情報が流出しており、安価で取引されていると述べました。また、身分情報と一致する写真をソフトで加工すれば、 人物のうなずき、首振り、まばたき、話すなどの動きを作り出すことができる。ネットローンの借り入れや詐欺目的などに使用されるリスクがある。情報を盗まれた人は一生危険にさらされると関係者は指摘しました。多くの中国のネットユーザーは、恐怖に震えている、インターネットのビッグデータが怖いなど懸念の声を上げました。 中国では生活のあらゆる場面で顔認証技術が使われています。オフィスの入室やホテルのチェックイン、携帯電話やパソコンのログイン、料金の支払い、さらには公衆トイレでトイレットペーパーを使用するにも顔をスキャンする必要があります。中国当局は近年顔認証技術を使用して市民を監視しています。 2019年10月中国の顔認証大手企業数社が新疆ウイグル族への監視や迫害に協力したとしてアメリカから制裁を受けました。ブラックリスト入りしたセンスタイム社やメグビ b 社は主に中国の警察当局に顔認証サービスを提供しています。最近中国当局は中共ウイルスの流行に便乗して監視をエスカレートさせています。 ロイター通信は8月31日中国の多くの大学では最近流行防止を理由に監視カメラなどの監視機器を大量に購入し学生の行動を記録していると報じました大学を出るときシャワーを浴びるときそして食事するとき日常生活の動きがすべて監視されているということです北京大学のある学生は学生寮に突然数十台の監視カメラが出現した 各フロアに6台ずつ設置されていると明らかにしました中国の物流業界では荷物を受け取る際には強制的に顔認証を課しており他人の写真や動画を使って本人になりすまし荷物を受け取る人もいるということです。